35節終了時点というところにはなりますが現在4位というチームまずここまでのチームの評価というところをジ徐ク監督から見てどういうふうに見られていますでしょうかすごく若いチームで、えー、個人で成長しながら、えー、チームで成長していくっていうことが必須のチームだと思うんでね、あのー、なかなかこう勝ち点を なんていうかな最後つかみ取るとかいうところでちょっと甘いところもあって、うん、本来だったら勝ち点3取れるとこが勝ち点1で終わったりっていう試合が何試合かあって、まあ、その中でも、まあ、今この順位に入れられてるというのは本当に選手があのよく食らいついてきてくれたなというふうに思いますし、うんまあ、自分たちはかなり攻撃的なサッカーを志向してるんですけども。 えその中でこう最小失点でいられているというのはまあ全員がうんそれは前線の選手含めてあの守備の意識も高いので我々はその自分たちのペナに引き込んで守りきるというサッカーではないのでむしろそれじゃ守れないと思うんですよね。チームとしては大きく掲げているのがこうハイラインにしてコンパクトにすると。 というところで,すよ、ね、でここはまあどのチームよりも特徴的でいたいとでハイラインにするためには相手のボールホルダーにプレッシャーかかんないとハイラインにならないんですよ。なので前々からのプレッシャーがあって初めて全体が上げられてコンパクトになるとまあこういうシーンは、えー、多くしたいですし。 そうなることによって相手ゴールの近くでボールを奪うことができるので、まあ、得点も奪えると攻撃的でやりながらかつ最小失点チームになるというところはあの、まあ、これも全員でこういろんな選手はやはりリカバリーパワーという言葉を使っていますでもここは研修というところのチームを作り上げるにあたってキーワードになっている一つかなという ああまあ、リカバリーパワーっていう言葉はねまあ象徴的に使ってるんですけどこれ当たり前ですけど取取らられたら取り返すすんですよねでそれはチーム全体で取り返すと。でまあリカバリーパワーっていう言葉をあえて、うん、みんなの頭の残るようにしたのは例えば攻守の切り替えって言ってもいいわけですよ言葉としたら。だけど、まああえてまあ 今まで使われてないな他のチームでも使われてないような言葉を使いたかったっていうのともう一つはリカバリーを全員でするとだからこそチャレンジングな攻撃をしようというそういう意味があるんですよね。より前に対して前でプレーすることに対してチャレンジングでいたいと「いやミスはいいんだよ」と「全員でリカバリーするんだ」と。 いうところが何か言葉として象徴的なものはないかなっていうのはあの頭の中で漠然と思ってましたし就任、まあ、する1週間ぐらい前に言葉があこういう言葉いいんじゃないかなと思ってまあそういった中でなかなか今期あのホームでの価値というのが取れない中で、まあ、4月12日の秋田戦以来。うん 山口戦であの勝利を収めました。そのチームにもたらす意味という意味でも大きな勝利になったんじゃないかなと思うんですが勝たなかったここ最近の1か月ぐらいを思い起こしてみたら、まあ、それは選手も感じているんですけど、まあ、相手がこういわゆるアジスタでやると相手が我々をリスペクトして引くんですよ。うんその で我々がその引いた相手のペースに合わせるでもっと言えば引いた相手に対して点を取りきれないとまあ引いた相手に対しての我々のこうキックオフからの戦い方っていうかなそこに問題があるっていうのは顕著になってきたんですよねなので山口戦の時もとにかく相手に合わさないともう頭からいくぞ相手が前から来ようが引こう関係ないっていう。 ような、まあ、開き直りじゃないですけどこう腹の据え方ともう一つはセッ,トプレーです、ね、セットプレーの精度を上げていくことっていうのは、まあ、このチームにはあのキッカーもいるんで、えー、そこの精度を上げていきたいなとで山口戦も1点目はセットプレーだったんでまあうん自分たちでペースを下げないこととセットプレーっていうのは まあ残り試合ねあの、もっともっと解き澄ましていきたいなと思いま相手に合わせないという意味では、うん、あの山口戦でも3点目、4点目というところ、指摘をされていたと思います、うんはい、やはりそこもそういう思いっていうところでしょうかやはり3点差になると、大体ゲームは決まると思うんですよね。なので、えー、3点取ったからいいんではなくて、まあ、相手にこう戦う,こうパワーを与えないというか。 そういう姿勢は大事ですしまあ実は最後の僕ら5分ぐらいは相手のコーナーフラッグ付近でボールをキープしたんですよあれは選手がどうしても貸してんを取りたいとなので3点目取りに行くのもいいけれどもラストアジサイのタイムになればこれはもうここで時間使った方がいいんじゃないかっていうのは彼らの判断でね貸してんに対する執念も見せてくれたと思うんでね まあ攻撃的にやりながら勝ち点三に対する執念を見せるっていう意味ではまあいい勝利だったのかなというふうに思います。まあ二までの勝ち点三というところでも本当に一勝すればひっくり返るような状況でもあると思います。終盤戦のポイントになるところというのはいかがでしょうか。まああのもう自分たちはもう勝ち続けるしかないというかとにかくまあ残された試合のもちろん。 てて勝てればいいですけどできるだけ多くの勝ち点を積み重ねることしか、えーまあ、我々が何か動かせるものではないのでもちろんね岩田に関しては直接対決はありますけどまあ清水戦は終わってるので、まあ、我々はとにかく残り試合全部勝つつもりでやるということが一つそれともう一つはこれは選手とも共有しましたけど。 まあ自分たちの今手の中にあるのは何かというと最小失点なんですよ最小失点チームには我々はなれるんですよこれは自分たちが成し遂げられるものなのでえ過去5年間の J2 リーグを見たら最 J2 の最小失点チームは5年間とも昇格してんですよ我々は 今自分たちが手に入れられるものは手に入れるあとはできるだけ貸しを積み上げて神の水を知る結果を待つということですね改めてその昇格についてもあの少しお伺いできればというふうに思っていますジョッ監督が就任された時にあのおっしゃっていたのが新しいベルディを作るというあの言葉だったと思いますその新しいベルディへの改革状況といいますか、うんまあ今の こ,のここ十何年の本当に苦しんでいるベルディは横で見てきましたしまあその中でこう経営体制が変わったりとかえ本当にクラブとしてのうんどこかで転換期を作らないと本当にこのまま樹臂にあのなってしまうっていう意味ではまあ新しいベルディを作るために手伝ってほしいと。 手を貸してしてほいって言われた時にはまあ自分はうんあひょっとしたらサッカー界のお手伝いができるのかなと思いましたしまあこのクラブを J1 に引き上げることが僕は J リーグの本当に大きな大きな刺激になると思います。 盛り上がるカードが出来上がるのもそうですけどもまあ30年前のヴェルディを考えたらあのヴェルディがまた J1 に戻ってきたらおそらくいろんな方がスタジアムに戻ってきてくださるでしょうしメディアの取り合い方も違うだろうしただえその昔のヴェルディを思い起こすっていうのはそれはその戦ったステージっていう意味ではそこまで。 に行きたいという思い思はありますけど、まあ、やってるサッカーそのものはもう人が違うし今の時代のサッカーが違うんであの昔はこうだったっていうことを言わないようにしようと。うん、気づいてきたこのクラブのうんまあ栄冠はリスペクトしますけど戦い方っていうのはもう今世界のサッカーでどういうことが 繰り広げられていてい何を必要とされていてえこのベルディの中で何を加えれば今のモダンなサッカーに追いついていけるかもっと言えばあのこれはたらればではありますけれども J1 に上がってもベルディは J2 からこのサッカーに関しては日本で一番強い思考があったよねと言われるようなサッカーをしない限り おそらく上がったってすぐ落ちるんですよ。なのでサッカーの思考を明確にしていくっていうのが一つですね。新しいベルディーを作りながらってで。もう一つがこれはもうあの J リーグの決算が出てるから、例えば二十二年度去年の決算も出てるんでね。僕はそれも見ながらあの感じながら編成してますけど。 じゃあ23年の今年ですよねどういう編成をしてどういうサッカーをしたら現実的に昇格を狙えるのかとこれ普通にやったら絶対無理です。なので我々はうんどういう年齢層の選手をどういう育て方をして夏までにまあどれぐらい鍛えてそれ以降でどれぐらい戦力にしていかないと。 まあ他の並みそる経験豊かな選手を揃えたクラブに太刀打ちできるのかと今現在は分からないですけども少なくとも夏までは交代選手の出場時間がベルリンが一番多かったんですよ。彼らにピッチに立たして彼らを戦力にしないと秋に昇格争いに。 中身に入ってる僕は不可能だと思っていたのであえててリスクををしし若い選手どどんどん投入しました、まあ結果がそれが良かったかひょっとしたら勝ち点を失った試合もあったかもしれないですけど我々としたらおそらくノーマルなやり方だと今このステージにはいないじゃないかなというふうに思っています。 そういった中で先ほどちょっと東京ダービーの話も少し出たのです2008年はあの FC 東京の監督として東京ダービーを戦った7月12日の天皇杯で東京ダービーを戦いました改めてどんな試合だったでしょうかあそこでこう FC 東京と対戦することができたというのはベルディンの選手にとってはあの本当に得難い経験だったなというふうに思います。 もちろん平日の内定で1万7,500かなこう入ってくれたことそれはあの両チームのサポーターがえーそこに向けて盛り上げてくれたこともそうですけども東京ダービーの何が盛り上がるか何が彼らの感情をかきたてるのかっていうのは僕は内情をよく知ってるんですよねこうなるぞとこういう雰囲気になるぞっていうのは僕は。 そんんななこことと言ったことはないんですよ選手のミーティングで、まあ、相手のサポーターがこういうふうに言うぞなんていうミーティングで言うはずじゃないじゃないですかでもあえて言ったんですよでも選手はポカーンとしてましたで実際にその現場になってこんなになるのかと彼らはまあびっくりしてましたねまあ自分はまあその成り行きというか 両チームのストーリーに接してきてる当事者でもあったんであれぐらいしびれる中でやるのがプロだろうとああいう観客の熱い観客席があってあのサポーターの声の掛け合いがあってその中でやるのがプロでしょうというのを彼らが経験できたことでおそらくあれがリーグ戦で週末であれば倍の 人数になるわけですよそれは J リーグににとって必ずプラスになるんですよね、うんえー J、リーグの活気を取り戻すっていう意味でもうんまあ代表だけではなくてここに J リーグがあると日常に J リーグがあるっていうのをもう一度こう呼び起こすためにも、まあ、この東京ヴェルディが J1 に行くっていうのは本当に必要なことなの。 なんだというふうふに思ってます改めて、ね、J1 に行くための,あの思いというところを改めて聞かせていただければなと思いますあの今年で言えばですけど、えー、来年 J1 のチームが増えますよね。うんはい、という意味では今年のレギュレーションは J1 のチームと入れ替え戦をしなくていいんですよ。 なので今年の冬の J2 のその、うん、補強のは活況を呈しているというかこれまでにない補強をしたチームが本当に数多くありました。あのもちろんベルディも努力はしましたけどもベルディよりも予算規模が大きいところは今年のチャンス逃せないですよね。なので 僕らが今対戦している昇格争いをしているチームっていうのはものすごく選手層が厚いです。あのそういう準備をしてきているチームなんで僕らそこと戦うんですよ。じゃあ我々はそこに対してどうやって戦っていくかというところを考えたときにはあの経験値では勝てないですよね。なのであの自分たちが一番大事にしているのはやっぱり練習上ですね。 練習場でそのスタジアムのプレーと同じ強度でやるとでここの経験がスタジアムの経験になっていくというふうにしないとおそらく公式戦の経験値だけでいったら今証拠争いしているチームたちとは、まあ、勝負にならないですなので日々が一番大事だと思ってやっててやますチームを支えてくださるような地域やファンサポーターの方々にもなんかメッセージが何か。 あの本当にねチームが苦しい十何年があって、えー、まあ自分は本当にこうなんていうか斜めからこうチラッと眺めてただけなんですけどいざここに入ってみたらその苦しい中で支えてくれる人たちがいるんだというのを改めて感じましたしだからこそ僕は今支えてくれてる人たちを大事にしなきゃいけない。 と思いますで彼らのためにも彼らの思いを成し遂げてあげなきゃいけないなというふうに思いますしこの前の東京ダイブもそうですけれども国立でやった増田戦も多くの人が来てくれるんですよいざとなれば、はい。ということは彼らを呼び寄せるのは僕ら次第だなというふうに思いますしまあ潜在してるヴェルディのファンをもう一度掘り起こして。 今のコアの方たちと一緒にまあ大勢の中でベェルデがこう戦う姿というのを見せられる、まあ、そういう舞台に行けるように一生一生一緒に戦っていきたいと思います。